はい、酒好きな、新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今日はね、この、以前紹介しました、なんて言うんだっけこれ、天馬の梅というね、まあ割り剤の青ラベルのね、ここにね、梅って書いてあるやつです。こちらですね、大衆酒場にある、まあ以前飲んだ、なんだっけ、梅割りのね、原料となってます。1.8 リットルで、値段が1200円ぐらいで山屋で売ってました。原材料が砂糖と酸味料と香料と着色料と保存料となってます。清涼飲料水の過去希釈用の無果汁となってて、賞味期限が2016年か。大丈夫だな。ね。でかいです。で、安定のね、この、蓋がですね、なぜかこれ、王冠もうキャップが、一回開けたらもう、終わりっていうか、閉められない。一升瓶にはあるまじき、キャップとなってまして。ちょっとこれどうしようかな。マジ困るんだけど。しかもなんか微妙に水漏れてないかこれ。気のせい。気のせいか。うん。まあいいや。ね、これをですね、まあ、とりあえずストレートで飲んでみましょう。まあね、これはね、大衆酒場のね、まあ前から言ってますけどね、大衆酒場の梅割りという焼酎を梅で割るものの、まあ、なんだ、割り剤ということで、ストレートで、とりあえず。色がすっげえ濃い。なんだっけ、前飲んださ、あれなんて言ったっけ前回飲んだやつ。あれよか、めっちゃ色濃い、ほら。見て、これ。そじゃ、乾杯。あ！うん。あ！こっちの方がなんか、あ、味がなんか濃厚だわ。うん。で、甘いというよりは、若干酸っぱめで、甘さと、シロップっていうよりは、結構、酸っぱい。ってことほど酸っぱくもないけど。うん。あ、結構美味しい。うん。シロップなんだけど、そこまで甘すぎない感じ。若干、酸味の方がなんか、バロメーターとして上のような気がするね。でですね、まあ、下町の、酒場のググったんですけど、飲み方として、金宮焼酎を、このね、小皿に、このグラスを、ちっちゃめのグラスを置いて、これをビャーって注いで、あ、やべ、こぼれた。ビャーって注いで、あ、やべ、足りねえじゃん。やべ、足りねえ。これ本当は、並々続くんだけど、並々。ちょっと、スイカでこれを、焼酎を足して、なみなみついで、もう溢れそうなぐらいついで、ピッチピチまでつくんですよ。でね、で、ここに、この天馬の梅を、こうやって、ちょろっと注ぐ。と、溢れるんですけど、この溢れたところを、ね。この溢れて、あ、やべえって、なってるところを、こう、口を、つけて、こうやって、と飲む。のが息。というか、なんか、
飲み方らしい。そういう飲み方らしいです。あの、東京の下町の大衆酒場では、梅割りというのが2、300円で売られてて、それがこれらしいんですよ。いやー、憧れだね。やってみたかった、一回。一回店行ってやってみたいね、これね。うん。うん、ほのかに。甘みと、うん。天馬の梅。天馬の梅でググって。天馬の梅ね。うん。俺が以前買ったのはですね、これよか、これのね、赤ラベルってやつだったんですけど、若干、赤ラベルの方が酸っぱい。てか甘さがほとんどない。でもこの梅の青ラベルは結構甘い。うん。結構甘い。っていう感じかな。てか、ぶっちゃけた話、赤ラベルは、ほとんど甘さがないので、しかも、ぶっちゃけた話、酸っぱみもほとんどないので、一体何なのかこれっていう。なんか、風味しかないっていうか、風味しかないっていうか、なんかよくわからない飲み物だったね。味がほとんどしなかったもん。マジで。うん。でもこの青ラベルは、素直に美味しい。そのまま飲んでも、あ、うめって。あ、これうめえわって。でね、これ黄色ラベルっていうのもあるんですよ。それは何かっていうと、ウイスキーで割る用の、やつですね。赤ラベルが炭酸で割る用。炭酸と焼酎で割る用。で、この、青ラベルが焼酎だけで割る用。で、黄色ラベルがウイスキーで割る用。という、ものらしい。で、俺、黄色ラベルは今んところ見たことないんですけど、ので、わかんないです。ちょっと買ってみたいんですけど。うん。うん。なるほど。でね、このね、下町のね、梅割りっていうので、四つ目にもありましたけど、梅割りでググったらね、あったんで、動画がね。で、まさにこんな感じで飲んでた。番組の、あれが、動画があったんで。うん。個人的にこの梅、青ラベルが俺おすすめ。赤ラベルはほとんど買わない方がいい、逆に。ぶっちゃけた話。何にも味しねえから。本当に。本当に何も味しねえから。ああ。一体あれ何だったのかって。本当に。なんかほとんど甘みもないし、酸っぱみもないし。何の味って聞かれると、いや、わかんねえって答えるしかねえ。でもこれは結構度数がさっきのやつ25度のある、焼酎ですから、それなんで、結構度数が高いと。うん。梅シロップあり。梅シロップありね。で、俺が前回飲んだのが何だったっけ？結構ね、あ、梅の香ゴールドね。このね、梅の香ゴールドの他にも、この天馬の梅っていうのもあるし、他にも、ググったところによると割り梅っていうのもあるし、結構いろいろあるみたいですね。中割というのもあるし、結構いろいろあるんですわ。うん。それによってやっぱ味も結構違ってくるし、色も違うね。これ色がね、もうそもそもだいぶ違う。うん。梅の香ゴールドはね、もっとね、色がね、赤っぽかった。これ黄色だもんね。どう見ても。赤っぽかったね。オレンジっぽかった。なんか麦茶っぽかった、色が。
で、めっちゃこれ垂れてくるんだけど。これも飲み。いやー、ちょっとあれだね、下町だね。なんかぶっちゃけた話、ちょっとグラスちょっと間違えたな。100均で買ったんだけど、これ。ちょっと微妙だわ。これちょっともうちょっと、これ長すぎだね。もうちょっと、ロックグラスっぽい、ちょっとショットグラスっぽい、ちっこい、もうちょっと、細長くないやつがよかったわ。今度またそれ買ってこよう。いやー、ちょっと、聞くわ。これ聞くわ。マジちょっとこれ聞くわ。聞くけど結構、すごい飲みやすいな。でもこれを炭酸で割ってもうまいと思う、多分。俺の予想。絶対うまいと思う。普通に。これと、この天馬の梅の青ラベルと、焼酎と炭酸で割っても絶対うまい。間違いない。てか、マジで、冗談抜きでこれは、あれだね。一体、赤ラベルとは何だったのかという。素直に青ラベル買えばよかった。赤ラベルまだめっちゃ残ってるもん。これ。これ。これだけじゃないですよ。あと 1.8 リットルぐらい残ってます、これ。もうすでにこれ、焼酎で割ってあるやつなんで、これを入れて、炭酸で割れば作れるんですけど、赤ラベルね。赤ラベルを焼酎で割ったやつです。すでに作ってあるんですけど、こうしないと悪くなるらしいんで、まあ悪くなんないから別に、まあほっといてもいいんだけど、これはね、この青ラベル買ってきたんで、これ、やっぱ悪くなっちゃうんで、しかも、ね、蓋ないんだもんな。なんかで、蓋しとくしかねえんだよな。これなんでこれ王冠なんだろうな、これな。もう開けたらもう閉められねえの。普通、ほら、焼酎の一升瓶とかって、日本酒の一升瓶とかって、こうちゃんとキャップみたいになって、ガチって閉められるんですけど、まあ、ちょっとやばいですけどね。まあ、それなりに閉まるんで。でもこれ王冠だからな。きついっすよね。これちょっときついわ。どうやって閉めようかな。まあ、考えとこう。ラップとかで閉めとくか。よし。いい感じに酔っ払ってきたな。よしよしと。ほんじゃまあ。今日もあったけかったな。これはコクあるわ。ストレートに飲んだ感じだけどね。あくまでも。あくまでもこれストレートに飲んだ感じでいくと、まあ、ストレートに飲んだ感じだと結構コクあるから、甘みもまあそこそこあって、香りはね、そんなにない。これは美味しいです。おすすめですね。4434。いや、これ5だな。これを、ああ、でもまあ。いや、でもこれ5だな。これ絶対炭酸で割ってうまいってこれ。100%。これを炭酸で割ったら絶対美味しいんで。4435です。ご視聴ありがとうございました。